こんにちは、エスプレッソ TV のナオミです。今回のエスプレッソ TV は第286回目のエスプレッソ TV です。それでは早速、先週末で行きたいビデオ、どうぞ。ナオイ、イエーナオイ、イエー、中へ。わっ、ラプタマン、イエー、イエー、イエー。おやっちゃった、どうぞどうぞ、エスペラサ SCU15 の高井俊です。この前の試合では、見事に、2得点を挙げてよかったです。関東リーグが、開幕するので、スタメンをしっかり取って、どんどん活躍して点を決めていきたいです。よろしくお願いします。エスペラサ U15 の山本剛也です。前の試合では2得点を挙げてチームに貢献できてよかったです。これから関東リーグ始まるので、そこでしっかり結果を残して自分自身でも点決めて いくので、応援よろしくお願いします。スペイン語リスンコーナー、イエーイ。今回のツイッターです。メッケーブレメッケーブレっていうのは骨折しちゃったっていう意味です。骨折はしてほしくないんですけど、もししたらぜひ使ってみてください。今週末の予定です。今週末は3月10日の日曜日、1時キック、13時キックオフ、トップチームの天皇杯予選が始まります。皆さん、とっても大事な試合なので、ぜひ応援してみてください。その他の予定は、最後にチェックしておいてください。今週末のスペインサティングは終わりです。皆さん、最後に見せて、どうもありがとうございました。それではまた来週。バイバーイ。スースースーと なんですか。ハトさん、これハトと何ですか。ハトと何見せつけてやるよ。見せつけてやるよ。友達インターナショナル。これマジで乗っけない。